ウィース、子供のまーちゃんでーす。だりー。だるいね。今日休みだしね。まあね、そう思えばさ、まあ不登校の子とかね。まあ親御さんも聞いてるかもしれないけど、まあいろいろさ、こう、今日体調が悪くて、風をちょっと引いたのかな。風が引いてちょっと体がだるくて。で、まあ、自分のことで言えば、保育士試験もちょっと、なんで、まあ、ピアノはね、課題曲があるので、それはもう目つぶってできるし、あとはゲームで物語をね、大きな株をやりますけど、前回はね、3匹のガラガラドン。それはね、合格したんだけど、また、やらなきゃいけないらしくて、それで、今度違うのに挑戦しようと思ってます。で、まあ、それでね、まず6割取ればいいんだけど、まず100点を狙って、いかないとさ、合格できるかどうかわからないけどさ、まあ、でもだるいわ。こういう時はやっぱ休むことが一番大事だなーって思う。なんかそれがイライラしてさ、ちょっとやったあったりみたいになって、で、ピアノめっちゃ弾いたけど、ちょっと晴れなくって、で、まあ気分転換で、やっぱ切り替えしなきゃいけないなーと思って、まあ切り替えをしたところです。で、切り替えした時にちょうど、友達から連絡があってね。で、その友達と話をすると、まあ、人ってイメージとかってあるじゃない？で、その人と話をすると、なんかこう、癒されるとか、楽しくなるとかって気分が変わるとかってね、あるんだけど、それって波動なんだよね。人の、そういう風な波動を感じ取るっていう。あ、そう。これね、ミルクティー飲みたいさんがね、言ってた話で、俺ひらめいたことがあってさ、昔ね、科学の実験で、花に、花二つに、一つは、いい言葉を話すとか、声かける。で、もう一つの花には悪い言葉をかけるっていうので育てたと。で、育てたら、結果、いい声掛けをした方の花は綺麗に咲いた。でも、悪い言葉かけした花は、全然元気がない花になった。それで、なんでそうなるんだろうってずっと思ってたの。根拠がわからなくて。で、そこでね、そのミルクティーの三田さんがね、都市伝説 YouTuber のミルクティーの三田さんがね、水の話をしてくれたんだよね。まあ、探せば、出てくると思うんだけど、水ってね、記憶とか、そういうものも含んでるんだって。で、その水について話をずっと聞いてたら、そのほとんどは、その自然界、要は地球の上ではほとんど水が関係しているという話なんだよね。で、例えば人間だとすれば、人間が、そのお腹の中にいるときは 100% 体内水。でしょ？で、生まれてくれば 90% になって、で、亡くなるとき、老人になって亡くなるときになると 50% になるんだって。で、こう、結局、こう、水が少なくなる。で、そこで気づいたのよ。その花もさ、結局、水なんだな、と思ったの。だから、記憶でね、いい言葉を、ああ、かわいいね、綺麗だねっていう言葉によって、その水の記憶によって花が綺麗に咲くとかさ、頑張れよとかって、それをね、人間だったらどうなんだろうって思ったの。人間も水だからさ、だからさ、人間もずっと小さい頃からでも、ずっと怒られるんじゃなくて、褒めてあげてね、
で、まあ、褒め方にはいろいろ、細かいのが実はあるんだけど、褒め方もただ、あ、すごいね、とかって言ったって、何がすごいかわかんないから、本当はね、その家庭のことを褒めるのが一番いいんだけど、まあ、まずは、それは後で、として、まず、その褒めてあげることによって、こう、立派なっていうか、普通の心の優しい、人間になる。っていうこととかね。まあ、褒め方次第では、やっぱり芯のあるいい男になってね、とか、あ、かっこいいよって、やっぱり、素晴らしい、うん、悪いことしない男の子、女の子とかね、なるんだね、とかって、ね、悪いものには強い、子だな、とかってさ、言えば言うほど、その子供は大人になっていく上ですごくいい人間になっていく。で、大人になってもさ、やっぱり、環境とかそういうところはほら、ね、悪いところであれば、その波動の記憶、体の水あるから、その波動によって、やっぱり、ひねくれていったり、悪くなったりって、年いっていくとか、ね、犯罪を犯したり してしまうとか、っていうことに、やっぱ関係してくるんだって。うん。で、やっぱり、悪い方、のやつもそうなんだけど、その水によって悪い環境で育てば悪いことがやっぱり記憶に残って、例えばね、お母さんが虐待してたらその子供も自分の子供に虐待するとか、そういう風なやっぱり水の記憶がやっぱり残るんだって。これ発見でしょ。で、その水がなんでそうなのかっていういうのは、ある日本の教授が水にその同じ、花の実験みたいに水にずっと声かけをして、うん、いい声かけ、悪い声かけってそれをやったんだって。で、それを今度固体化にしてね、そう、固体にするってことは、水固体にすれば普通でいけばね、雪とかになるじゃない？で、雪とかになって固体化したときに、それを、まあ、顕微鏡で見たりすると、綺麗な、ほら、雪のさ、雪っていうか、なんていうの、綺麗な形になるじゃない？その雫っていうか、うん。それになるんだけど、やっぱり悪い方で、こう、喋った、水は、固体化すると、全部バラバラになるんだって。これで、あー、なるほどなって思ったの。ってことは、私たちの体ってさ、結局、水がほとんど半、もうね、何十パーセントもある、ね、ほとんど水だから、この水に対してずっと怒ってたりしたら、その記憶がずっと残るから、ね、それがトラウマになったり、で、逆にそれが免疫になる時もあるし、その人ぞれ、それぞれだけど、考え方によってまたダメになったり、良くなったり、っていうことになるわけだ。うん。悪い環境でも、考え方の思考がポジティブな人だったら、うん。そうすれば免疫として強くなる。だけど、考え方が弱くて、もうダメだ、自分ダメだ、とかって思っちゃうと、悪い環境にいれば、それは自殺してしまったり、死んでもいいやっていうことになる。これは、まあね、人体実験になるから、やらないんだけど、うん、多分そういうことだと思うんだよね。まあ、そういうこともありながら、やっぱりそう、いろんなことを私もね、都市伝説 YouTuber とかね、都市伝説とか好きだからいろいろ聞くんだけど、まあそういう中でいろんな疑問点とかが発見できて、すごい嬉しいなとかって思ったりしています。で、まあ今日はみんなゆっくりしてると思うんだけど、そうね、明日学校とか、職場に行くっていう時になって、辛いな、また思い出すなっていうので、また、あ、そう、これもあったんだけど、サザエさんって日曜日とかになるでしょ？サザエさんは音楽が
なんだっけ、8ビート?18ビートだっけか、すごい、ゆっくりなんだっけ、速いんだって。あれ、なぜかというと、気分を上げる作用を起こしてるんだって。で、あれを聞くことによって、頑張って明日、仕事しようとかっていう気分になるんだって。すごい不思議だよね。まあ、洗脳とか、やっぱり波動だよね。その音楽という波動によって、体が明日も何があっても頑張ろうとかっていう気持ちになる。だから、そういう風なのもやっぱり、みんな、結局はさ、みんな幸せにさ、楽しく過ごしたわけだと思うんだよね。よほど悪魔じゃないと。悪魔の人もいるけど。だからその人たちに勝つためには、やっぱり、考え方、と、その心で受ける波動っていうものを大事にしていかなきゃいけないと思うんだよね。それで、報告で嬉しいことは、この子供のまーちゃんは子供を、軸として、いろいろ悩みとかそういうのをね、受け付けて、子供を励まして、ね、不登校を、学校に行ければ最高だし、行けなければいけないで違う人生を歩むっていうのもありだし、何でも受け止めるっていう考え方だから、いいんだけど、視聴率とか、そういうのを見ると、意外と、18歳から、なんと54歳までの視聴率が高かったね。これはびっくりした。ほとんど6割ぐらいの人が、悩んでるんだなっていうのが分かったことと、あと結構男性の方が聞いてくださってるっていうのが嬉しかった。やっぱり男性がね、社会に出て戦うもんね。そう、俺は戦って負けたから、負けたけど、その負けたこの2年間は良かったと思う。すっごい自分を見つめ直すことができたし、病気にさせてくれてありがとうってすごく感謝している。そうなればいいってわけじゃないんだけど、たまたまやっぱり俺もどっかしら負けず嫌いなところがあるから、そういう風になったんだと思うけど、本当は死にたい、もう死のうってそこまで言ったけど、だけどそこから、なんで生きてるのとか、そういうところまで全部突き詰めて、徐々に、こう、選択していけば、やっぱこうなるんだなって、生きること、ね、さんまさんが言う、生きることでもある儲けっていうやつとかもさ、ね、ちょうどね、坂本九さんが亡くなった、墜落事故、あの時に、一本早く飛行機に乗ることができたと。それ収録早く終わって一本早く乗ることができたことによって、実はさんまさんもあれに乗ってたかもしれない。あれに予約をかけてたらしいんだよね。で、本当は死ぬ予定だったらしいんだよ、さんまさん。だけどさんまさんは、それで生きてたことによって、あーって思ったんだろうね。自分でやっぱり、生かされたっていうことに対して死ぬまで一生懸命、自分の使命を果たそうっていうことで、ね、今もう年もかなりいってるけど、一生懸命、頑張ってるんだと思います。そういうふうなのは、一人一人使命絶対あるから、自分の得意分野、それをただ伸ばせばいいと思う。苦手なところは得意分野で被せて見せないようにすればいいだけだからさ。それで、行こうと思えばいいと思うよ。で、明日にしたって、ね、太陽をちゃんと見て、学校考えんな。学校とか会社考えないで、太陽あったら太陽とか、空を見よう、空を。空を見て、いいなとかって思って、それで、今日はこうだけど、それに、曇りだったら曇りでも、それなりに自分のペースを掴んでずっと行こうってことで、チャイム鳴っちゃった。行こう。とかっていうことで考えていけばいいと思うし、ね。
天気が良かったら神様が守ってくださるということでね、行けばいいと思う。悩み事だって怒られたら気分転換、切り替えるね、それが大事だから、それをまず皆さん思って幸せになることだけを考えていきましょうね。それではまず今日はこのぐらいで、じゃあねー、バイバイ。